どこかにゃ。どこかにゃ。見つからないにゃ。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。今日はあの超高級食材が絶滅危惧種に指定されたっていうニュースだにゃん。IUCN 国際自然保護連合が絶滅の恐れがある野生生物を記載したレッドリストを更新し、マツタケを初めて絶滅危惧種に指定しました。各国の政府や世界の専門家で構成される IUCN は、絶滅危惧種を逼迫の度合いによって3段階に分けていて、マツタケはそのうち3番目となる危急という段階に分類されました。アジアやヨーロッパに生息するマツタケは、生産量が森林破壊の影響などで50年間で 30% 以上も減少していて、日本など東アジアでは松枯れ病などで深刻な状況だということです。 IUCN 日本委員会は、マツタケは松林に適切に人の手を入れることで守っていけるもので、しっかりとした保全活動が大切になると話しています。ニャビーン、マツタケがそんなに減っているにゃんて。レッドリストはスイスに本部がある IUCN 国際自然保護連合から発表されているにゃん。絶滅の恐れのある野生生物をリストアップしたもので、にゃんと3万2000種以上の野生生物が載っているんだって。このレッドリストの絶滅危惧種は、絶滅の危険度によって3段階に分かれていて、マツタケが入ったのは3番目のランクだにゃん。今回マツタケ以外に沖縄県に生息するヤシガニがこのランクになったんだって。他にも日本に関連するものでは、一番深刻なランクにはイリオモテヤマネコやコウノトリなど、2番目のランクにはライチョウやニホンウナギなどが、3番目のランクにはアオウミガメや太平洋のクロマグロなどが指定されているんだにゃん。絶滅危惧種っていっぱいいるんだにゃ。でもマツタケは IUCN が指定したからといって食べたり取ったりが急にできなくなるわけじゃないんだって。実は僕まだマツタケ食べたことないから、もうちょっと待ってあげて。にゃんちゃって。今日も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。